今まで曰くっていう曰くはなかったんですが、急に女性の声がするとか、むしろ人を見たっていうことも言ってたので、なんでそう急になったのかっていう原因をまあ突き止めてくれって言われてるんですが、僕は霊感は特にないと思うんですが、何か分かることがあればと思って、とりあえず巡回して検証していきたいなと思います。これだ。般若心経。本日廃墟となった宿舎に来ております。ここでは曰くっていう曰くはなかったみたいなんですが、急に女性の霊を目撃するようになったと。っていうのも、ここのオーナーさんが、もうか、ちょっと待ってください、先に。先にちょっと声がした方に行っています。ここでは曰くっていう曰くはなかったみたいなんですが、急に女性の霊を目撃するようになったと。っていうのも、ここのオーナーさんが、もうか、2階か。誰かいますか？誰かいらっしゃいますか？女性が叫んだように聞こえたんですが、まあこの後全部くまなく見ていくので、まあ、動物っていう可能性もありますので、今こうちょっと曲がった感じでは全然何も見当たらないですね。女性が叫んだように聞こえたんですが、まあこの後全部くまなく見ていくので、まあ、動物っていう可能性もありますので、ちょっとまだ道具が下にあるので定点カメラもここに置いたままですね。びっくりした。さっきの続きなんですが、まあここにオーナーさんが時々こう片付けに来てるらしいんですよ。でその時に、今まで曰くっていう曰くはなかったんですが、急に女性の声がするとか、むしろ人を見たっていうことも言ってたので、なんでそう急になったのかっていう原因をまあ突き止めてくれって言われてるんですが、僕は霊感は特にないと思うんですが、
何か分かることがあればと思って、とりあえず巡回して検証していきたいなと思います。声がした方とは逆なんですが、従業員の休憩スペースですかね。失礼します。逆側なんですが、その原因っていうのは大体その声がする方にあるとは限らないので、全体を探っていきます。地下室か。だけ匂いが違いますね。なんかなんだ、解体中のような埃っぽい匂いっていうか、多分これは外に繋がってるドアかと思います。ペンキの匂いがするな。機械室か。今入り口入って左手側を全部来ました。次右手奥側ですね、行ってみたいと思います。なんか豪華な客室ですかね。宴会場か。うわ、すごいなこれ。まだ全然掃除してない状態ですかね。なんだ、厨房らしい場所ですね。こっちの方は割と片付けられてますね。なんだろう、場所によって片付けてる片付けてないっていう感じなので、途中で片付けるのをやめたのか、やはりその霊を目撃してから入りづらくなったとは言ってたので、まだ進んでないのかもしれないですね。今厨房の奥の方に来てます。おそらく階段側ですね。
やっぱ2階かもしれないですね。2階に行ってます。気持ち悪い。結構気持ち悪いですね。具合悪い。同じく客室です。全体的に同じ感じで客室が続いてます。なんだ、浴室ですかね。あ、浴室だ。何もないですかね。あ、なんか、うわこれだ。うわ、戦国祭壇だった。これか。ここで誰かがいたずらしたんですね。ろうそくと線香と、ちょっと待ってください。これ何が書いてあったんだ。ほ、カタカナのほみたいな。般若心経と何かが一緒に燃やされている。これ術でもやったのか。他の関係は全部もう燃えてしまってる。分かんないですね。聞こえましたかね。今一歩だけ踏みしめるようなっていうような。しかもすぐ近くでしたね。誰かに見られてるような、そういう感じが。誰かいます？今枕にしました。ここで、まあ、コネジスをされたとしたら、この辺に霊がいるんじゃないかと思いますので、ここでちょっと検証していきたいと思います。あっち側から。
結構大人ってますか。しかも激しい。ダイバーの、ダイバーっていうか、まあ動物もあり得ると思うんですが、今、バリッとした感じは動物はないかなと。ダイバーも物音を立てるような、結構激しい音ですね。ダイバーっていうか、まあ動物もあり得ると思うんですが、今、バリッとした感じは動物はないかなと。今、バリッとした感じは動物はないかなと。どなたかいらっしゃいますか。ここに女性の方いらっしゃいますか。気のせいか。本当に違和感がないのかと思うくらい、すごい、なんていうんですか、もう逆流しそうな、吐き気っていうか、すごい吐きそうな感じと、頭痛はないですね。空気は、地下がやっぱ一番冷たかったんですけど、ここは、ゾッとするような、ヒヤッとする感じはないです。ないけど、線香の匂いが充満してる。とりあえず浴室のところに定点を仕掛けて、もうちょっと回っていこうと思います。定点カメラをここの位置につけて、で、3つ設置しました。こいつは自動でセンサーで電気がつきます。あ、つきました。今動いたんで。で、エリーゼですね。
これうるさいのでまだスイッチは入れてないです。これから定点カメラとともにセットします。で、もう一つですね、これの位置がちょうどコレジスをやっただろうなっていう場所の真ん前につけてます。このまま定点カメラを回して他の回ってない場所を見ていきたいと思います。失礼します。この上に何かいる。鈴の音もする。ネズミか。上から足音が聞こえますね。これが人の足跡だったらめちゃめちゃ怖い。ここら辺からですね。失礼します。お、なんだ。めちゃめちゃ音鳴ってますね。壁の中にはネズミの音なんでしょうけど、それ以外にこっちからものすごい音が響いてます。
鈴の音は何だったんだ。階段歩く音。聞こえますか？下から。トントントンっていうような。はい、2時間くらいの検証が終わりました。でやっぱり結論としては、浴室にある何かを燃やしたやつですね。あの般若心経と、あともう一つ何か書いてあると思うんですけど、もうそれで高齢術風な感じがしますよね。めちゃめちゃろうそくと線香もあるので、あの赤いのはどういう意味かわかんないですけど、浴室で暗闇検証してる際にこっちの廊下側から男性と女性が話しながらゆっくりこう近づいてくるような、その雰囲気はめちゃめちゃあって、いよいよ誰かに出会うのかなと思ったら誰もいなかったので、本当にゾッとしました、その瞬間は。あとは、まあ、さっきの部屋のところで動物ですかね、天井を歩いてるっていう。で上の階に行くと今度下からなんですけど、音は聞こえなかったですね。その代わりに階段の音がすごい鳴り響いて下を歩いてる感じがあったので、今降りてきたんですけど、まあやっぱり誰もいないなっていう。確かに気のせいかもしれないですけど、気配はすごいなと思いました。まあ、今回導入した人感センサーが、まあ、どういう働きをしてくれたのかは分かんないんですが、それがいい形で出てればいいなと思います。頭痛もしてきたので、ね、帰ろうと思います。お疲れ様でした。